日本は法治国家ですから、そうした意味合いにおいて必要なものは丁寧に説明をさせていただきながらも、何としてもここは誠実をさせていただきたい。菅長官はテロ等準備罪の適用対象がテロ集団や暴力団、薬物の密売組織など重大な犯罪に絞り込んだと説明しました。その上で、上司をぶん殴ろうと何人かで相談しても検挙なんてしないと、一般人は対象とならないことを強調しました。また監視社会を招くとの野党からの批判を念頭に、この法案をめぐる不安や懸念に対しては、安全保障関連法案の時は戦争法案と言われた、特定秘密保護法が成立した際も自由がなくなると言われたが何も変わっていないと訴え、理解を求めました。